あ、おはよう、おはようございます。寝起きのこの感すごいやろ。私ですね、3月はガチダイエットをしようと思いまして、今日はそれの宣戦布告動画みたいな今の体重が 65.4 ですね。これ昨日のお昼に測ったやつなんですけど、足首にずっと 67kg、8kg をうろちょろしてたから、これでもちょっとね緩やかに落ちたんかなと思ってんねんけど、でもこの 65kg 半ばから全然落ちひんねんな。朝からリンゴ酢飲みます。なんかリンゴ酢と白湯飲んだらいいよって教えてもらったんで、1月2月飲みとかご飯外で食べること結構多かったなって。コロナ期間以外週2とかでやっぱご飯行ってんもんな。2月もやっぱ週2でね、ご飯行ってますね。ゆるくダイエット頑張ろうよって、超ゆるかった。もうほんまにもう亀ののろさでマジでダイエットしたから、もうそのダイエットのもうただ今で言うてないもんみたいな感じのさぐらいのペースでしかダイエットしなかったから。1食目のご飯です。ちゃんと化粧してきたでお吸い物入れた。お吸い物はあれなのかな、塩分のがあれなのかな、濃いんかな。と3月からっていうのがですね、もう2月はご飯行く予定を作っておるんですよ。最後の最後の日まで飲みの予定を入れておりますので、2月はとことんも楽しんで、でそっからじゃあ3月からも切り替えようと思って、一緒になんか新規行ってみたいな感じで頑張らん。ダイエットしたいな、でも一人やったらちょっと続かへんなと思ってる方いらっしゃったら、マミヤでもダイエットするんや、じゃあ私もちょっとやろうかなみたいな感じで、ゆるくちょっと頑張らないですか。いただきます玄米がさ、私全然うまく炊かれへんで、ずっと鍋で炊いてるんですけど、なんかずっと鍋で炊くのハマってんねんな。ちょ昨日な、それでこのダイエットの話した時に、なんか私のこの2年間ぐらいのさ、ちょっと体重の変遷というか見てほしいなと思って。2年前すごいダイエット頑張った時があって、その時最初61キロまで落ちて、見てこれ、これ誰の背中って今思うとなんねんけど、これもう足を京都に行ったら母校の大学に寄ることが多いんですけど、めっちゃおせっかいおばさんやろこんだけもすごい細かった、ジーパンのシャツで声やし、これもさ、足さ、そのソンジュンギにめっちゃハマってる時、あ、結構おめでとうございます。ツルハシでおたかつしてる写真やねんけど、このちょっとピチッとした T シャツが着れるぐらいに腕細かったっていうことやんな。これハンバーガー屋さんの写真やけど、まぁ、ちょっと顔丸くなってきたかなみたいな、1キロ2キロ戻ってきたかなみたいな。これ次長スパイっていう写真やけど、ちょっとムチッとしてきてるよな。これインドのデカダン食べてる時はまだ顔細いな。次ね、もう飛んで京都タワーら辺に観光行った写真やねんけど、女友達やし、もうあんま下半身のラインも見えても、冬やしコート着てしもええわ思って、なんか超適当な服で着てんけど、もう見てこのブルーのジーパン、だから私ジーパンこれしか持ってないんやけど2月のこっからすごいもうムチムチしていって、七尾とのコラボ動画を撮った時が多分めっちゃ太ってたんかな、もう顔まん丸。結局だから1年も満たないぐらいで61から68までリバウンドしたんですけど、去年の春頃顔ムッチムチやな、マジで。誕生日祝ってもらってんのに、なんか全然そのさ、自分の顔がその可愛くなさすぎてどこにも載せない写真もう髪の毛もねちょっとあれやったからな。で去年の夏ですよ、確かお母さんと沖縄行ってんねんけど、なるべくラインの見えへん服を着てるけど、なんかもうバーバパパみたいな感じのさバーバママか、ママで、しかもこれもさ、腕ってさ、こうしたらさぐちゃっとなるやん、だからそうならんようにちょっとこうしてんのに、それでもこの太さよそう、もうここはずっと68キロをじっくりことこと炊いておりますね。またお前大学行ったんかっていう写真でこれ秋ですね、もう顔が全然違うよな2年前と。でちょっとあ、ダイエットしなってなって今に至るっていう感じで、今とやろちょっと顔まだ前よりシュッとしたんではないかとは思うんですけど、ちょっとさすがに写真を見てやばいなと思って、マジ余裕でさ生理前とかって70キロ全然いったもんね。だからちょっと3月は、3月のマミヤでチャンネルはちょっとダイエットの巻って感じでちょっとお送りさせていただきたいと思います。だから食べる動画をあげるんですけど、その食べてるご飯がダイエット食みたいな感じでやっていきたいと思います。だから食べる動画がなくなるとかじゃないから、また一緒にご飯食べようねきしょ。2年前のダイエットの失敗として、大好きなお米を食べへんっていうダイエットをしてしまったので、それよろしくないなって、ね、卵かけご飯が食べられへんっていう話もやっぱストレスがほんまにたまるから、私のメンターなんですよね卵かけご飯は。友達とか知り合いとかの方でさ、特にめっちゃ頑張ってないけど痩せたでって言ってる人の話を聞いたら、やっぱこう食事制限じゃなくて食事を変えたみたいな。じゃあ私もその多分食べへんっていうのはできひんからね、食べるご飯変えようと思って、だから今はもう白米やめて玄米にしてるんですけど、そんな感じで食べるご飯変えようと思います。運動もすんねんけど、リングフィット買った。リングフィットめっちゃおすすめ、聞くやんか、いいってな。ほんまに頑張ろうと思ったから、
あのこの前めっちゃお世話になってる祝賀氏のその中のジョンさんっていうもうねパパとママみたいな感じの方がいらっしゃるんですけど、もう超優しいお兄さんがいらっしゃるんですけど、筋トレとかそういうダイエットがすごいなんかこうめっちゃ知識を持ってはるから、めっちゃいっぱいいろいろ教えてもらってめっちゃメモしてんな。これに基づいてダイエットしていこうと思うな。また食事とか運動とかこんな感じで過ごしてますみたいな動画を撮りたいと思います。だから3月ももうあんまり極力予定入れずで、遊ぶ予定2回しか入れてない。今入れてる予定はもう行くけど、極力3月はだからもう今からもうご飯食べに行く予定は入れんとちょっと頑張りたいと思います。どうしても喋りたいことがあったらもう電話しよう、もしもし言うて。じゃあちょっと最後にね、あの体こんな感じですみたいなのをちょっと晒したいと思います。自分へこれ見て痩せろみたいな、映ってる？しかも見てこの靴下クソダサいの。今の私の体型ですね、 168.6cm の、はい、65.5 らへんの女の体型でございます。このなあれやねんで、背中って自分で見えひんからあれやけどさ、マジ一回ブラだけの下着姿になってこうやってな、ちょ写真撮ってみてほしい。びっくりすんで、ここらへんのお肉がもうすごすぎてっていうのが前あったし、それで多分あそろそろダイエットするのやばいって多分思ってんの。太もも 59cm、ヒップやばいやろな、やばヒップ 101cm あって、 100cm あるやろなって普通に思ったから何も驚かんかった。お腹よお腹、ウエストってこのここら辺やったら、このくびれがあるっぽいらへんやったら 76cm でも、このおへそのとこで測ったら 84.5 やって、おもろ面白い女私半個注射未だに残ってんの、すごない？二の腕が 28cm ですね。ね、お腹やばいよな、マジで。久しぶりに見せたかも。こんなぽっちゃりで終わりにはな、なんかくびれあんねんな。ですからくびれが出ると思って、はい、頑張りたいと思います。もういい、もういい。もういいよな。もうほら、ここ、もう、このサイズがいいよな、腕。ギュッてして、このサイズがいいよな。最初何キロなりたいとか言ってなかったよな。めっちゃ急激なダイエットしたら失敗するっても分かってるんで、63キロにちょっとなれたらいいなと思って、体重発表の時に63キロ台乗っかってるように頑張りたいと思います。この3月だけダイエットしてる私にお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。もう成功した方頑張れって言ってもらったりとか、一緒に頑張ってくれる子は一緒に頑張ろうみたいな感じで、2キロ落とせるように頑張りたいと思います。私ダイエットアカウント作って結局もういいやと思って、もうずーっと多分1年くらい停止してんねんけど、もしかしたら、あ、今日こんなん食べてますってたまにするかもしれないです。私なんかそのツイッターとかインスタをもともとそんなにこう毎日上げる系の人間じゃないから、 YouTube してんのちょっと SNS 苦手やねん、ごめん。だからその気が向いた時にこんなご飯作りました、こんなんしてますみたいなのはもしかしたらゆるくなんか上げてるかもしれないです。ごめん保証できひん。あのよかったらあのダイエット一緒に頑張るよって方はダイエットのインスタフォローお願いします。1年ぶりに動かそうと思います。1ヶ月頑張りたいと思うので、よかったら一緒にダイエット頑張ってくださる方一緒に頑張りましょう。ということで、今日も動画を見てくれてありがとうございました。バイバーイ。